対象を確認しながらの撮影デジタル写真はデジタルカメラによる写真である。カノン EOS40D カノンナイネス430。現在ではほとんどすべてのデジタルカメラがフラッシュメモリを採用している。35mm 半よりも小さいセンサ領域のデジタルカメラではレンズの焦点距離が同じなら 35mm 半のセンサ領域のデジタルカメラと比べ 画角が小さくなる。画角は焦点距離とセンサやフィルム部のサイズで決定される。35mm 半よりも小さいセンサを用いたデジタルカメラに 35mm 半サイズのセンサを持つデジタル一眼レフカメラと同じレンズを使ったとすると画角が 35mm 半の場合よりも狭くなりより望遠のレンズを使っているかのように見える。 CCD イメージセンサの観光部の画素密度が 35mm 半と同程度と仮定すれば 35mm 版で撮影した写真の中央部分を拡大したものと小さなセンサーを持つカメラによるデジタル写真が大体等価であることになる。APS-C サイズのセンサではこの比率が面積にして約50%である。安価なデジタルカメラはより小型のセンサーを使っており、 この比率も小さくなる。このため、35mm 半カメラを使った場合に、どれだけの焦点距離のレンズを使ったのと同等の画角が得られるかを示すために、カタログなどでは 35mm 版、換算焦点距離という概念が使われる。画素密度が変われば、得られる、情報量もそれに対応して変わる。解像度は、 単位領域あたりの画素数に関連するが、実際には1画素は1色を記録するだけだったり、フィルム側もタイプによって実質的な解像度が異なるなど、比較は単純ではない。また、画素密度の高い大きなセンサーは高価であり、大きなセンサーは大きなレンズを必要とし、小画面で画素密度の高いセンサーはノイズレベルが高くなるという問題もある。小さなデジタルカメラでも、 画素密度の高いセンサーを用いれば高解像度の画像を生み出せる。通常そのようなカメラには 35mm 半のカメラであれば広角レンズとされる焦点距離のレンズが装着されている。例えば1、点8センサーの画角は 35mm 半カメラの5分の一であり、焦点距離リ 50mm のズームレンズで、 撮影される画像は 35mm 半カメラで 25-250mm レンズで撮影されたものとほぼ同等の画角となる。そしてセンサが小さいとイメージサークルも小さくて済むのでレンズも小さくなる。このため望遠撮影が必要な場合同等の画角ではフィルム式カメラよりもデジタルカメラの方がレンズが小さくて済むという利点が生まれる。 広角撮影ではデジタルカメラではより短い焦点距離のレンズを用いることになる。また、魚眼レンズを使って5処理で補正するなどの手法も用いることができる。出展、ダプリーブ、ハイエンドのカメラや低価格なウェブカメラを除けば何らかのデジタルメモリが画像の記録に使われ、後でそれをコンピュータに転送する。デジタルカメラは写真を撮るだけでなく、サウンドや ビデオも記録できる場合がある。ウェブカメラとして使用できるものもあるし、ピドブリッジ規格でプリンタに直接接続できるものもあり、テレビに接続して写真を映し出すことができるものもある。同様に、カムコーダも静止画を撮影でき、それをビデオテープか、フラッシュメモリに格納する。デジタルカメラはコンピュータと直接接続できるのがほとんどで、写真をコンピュータに転送したり、 ウェブカメラとして使用したりできる。接続には USB や FireWire などが使われる。カメラによってはムービーを記録できるものもあるが容量が限られている。最近のカメラでは640-480の解像度で30フレーム毎秒で映画並みの記録が可能なものもある。コンピュータに直接接続してムービーを コンピュータのハードディスクや DVD に記録できるものもある。デジタル画像の画質はフィルム式カメラと同様様々な要因で決定される。画素数は主な要因の一つでしかないが、マーケティング上強調されることが多い。しかし、デジタルカメラの画質を決定づける要因は他にもある。生データをバランス調整するカメラ内部の処理機構が最も重要であり、場合によっては、 比較的低画素のカメラが高画素のカメラよりも画質が良いこともある。以下に、フィルム式カメラとの類似性のある要因を挙げる。また、受光センサーの1画素あたりの受光面積が同一フォーマットでは画素数を増やすと小さくなり、情報量が低下するため、同一設計で比較すると画像信号に電気的なノイズや歪みが多くなるダイナミックレンジが縮小するなどの問題もあり、 高画素化と総合的な画質の両立は難しい面もある。デジタルカメラの観光部は画素の集合体であるため、非常に細かいパターンを撮影した時に、モアレと呼ばれる現象が発生する。例えば、折り物、幾何学模様、コンピュータやテレビのディスプレイなどの撮影で発生する。ハイライトや着付きもある。被写体のコントラストによっては、最も明るい部分が真っ白になってしまう。 あるいは最も暗い部分が真っ黒になってしまう現象である。カメラのセンサが扱えるコントラストの範囲を超えている場合に発生する。カメラによってはこれが発生したことを撮影者に知らせるものもあり、その場合露出を変えて再度撮影できる。別の方式として暗い部分だけ選択的に長く露光して全体のコントラストを調整するカメラもある。画質が向上するにつれ、 他のデジタル写真の利点も相まって、プロの報道写真家はデジタルカメラを使用する割合が大きくなってきている。特に報道では、現像が不要、配送が早いというスピーディさも重要視されている。デジタル写真は多くの素人スナップショット撮影者にも受け入れられてきている。電子メールで画像を送る際や、ワールドワイドウェブでの便利さが理由の一つである。 デジタルカメラは携帯電話にも組み込まれている場合があるが、一般に専用機より画質は落ちる場合が多い。商業写真家や芸術的写真を趣味とする撮影者の中には、デジタルカメラよりもフィルム式を好む者も,もいる。彼らはデジタル写真の画質はフィルム写真の画質に及ばないと考えている。実際、フィルム写真の分解能はデジタル写真を上回っている。 技術の進歩によって現在のデジタル写真が将来使えなくなる可能性を危惧する向きもある。編集が容易であることから法廷でのデジタル写真の証拠能力が問題視されることもある。大多数の写真家や素人はデジタル写真の柔軟性と低コストが欠点に勝ると考えている。デジタル写真のコストのほとんどはカメラやパソコンなどの機器を揃える初期投資であり、 ランニングコストはほとんどかからない。フィルム式写真ではランニングコストがかかるものの機器が陳腐化する速度は遅く長期にわたって使えるという利点がある。商業写真家の中にはデジタル写真のコンピュータによる編集の容易性から移行を決断する者も,もいる。暗室では不可能だったカラーバランスの調整などの画像編集が容易となっている。デジタルカメラの欠点として バッテリーの交換、または充電が比較的頻繁に必要になるという点が挙げられる。したがって、写真家などは常に電源の確保に気を配らなければならない。結露や気温が低いとバッテリーの能力が低下して駆動時間が大幅に減ってしまうため寒さにも注意が必要である。野外で活動することの多い写真家は圧倒的にフィルム式の一眼レフカメラを好む。 写真中心の雑誌などでは、高分解能が求められるため、大きなフィルムを使ったカメラが好まれる。天文学では、一般よりも早くから、デジタル写真が使われ、1980年代初めには、フィルム写真はほとんど使われなくなった。撮像素子の感度の良さだけでなく、特性が一定である点、コンピュータに取り込んでの解析しやすさが理由である。天文学で使われる、 撮像素子は一般に使われているものと似ているが、白黒が普通であり、液体窒素で冷却して熱によるノイズを低減させている。天文機器では多数の撮像素子を並べて、場合によっては億単位以上の画素数を実現している。天体観測を趣味とする人々もデジタルカメラを使うのが一般化しており、ウェブカメラを利用した、いわゆるビデオ天文学、ビデオアストロノミーもある。 2002年後半、アメリカでは200万画素のカメラが100ドル以下、100万画素のカメラが60ドル以下で売られていた。同時期に DPE10 でフィルムと同様の因果紙に焼き付けるサービスが広まっており、プリントの値段はフィルムの場合と同程度である。デジタルカメラとフィルムではアスペクト比が異なるため、同じ因果紙に焼き付けると一部がはみ出す。d p e 店によっては、 デジタルカメラのアスペクト比に合わせた因果詞を用意している。2003年6月、リッツ・ダコタデジタル社は使い切りデジタルカメラをリリースした。120万画素、CMOS センサーを使ったデジタルカメラで価格は11ドルである。レンズ付きフィルムのビジネスモデルを踏襲し、同社はこのカメラを使い切りで使用することを想定して販売した。25枚を撮影したら店に持って行き。 プリントと CD r o m を受け取る。カメラは再生されて販売される。この手法を真似た企業がいくつかこの市場に参入している。各社のカメラの仕様はほぼ似たようなものだが、一部には高解像度や液晶ディスプレイ付きで差別化を図っているものもある。販売時の価格には DPE 料金は含まれない。この種のデジタルカメラは、 価格競争に対応するため原価を極限まで抑える必要があり、結果として製品寿命が短く故障の苦情も多い。中には動作保証期間を90日に限定しているものもある。3 5ト、mm、ルコンパクトカメラの価格は中国などへのアウトソーシングによって極限まで低下している。 コダック社は2004年1月、フィルム式カメラを先進国で今後販売しない方針を表明した。2006年1月、ニコも同様の方針を打ち出したが、カイロクと FM10 の2機種だけは現在も販売し続けている。同じ頃、コニカミノルタもレンズ付きフィルム以外のカメラ事業からの撤退を表明した。デジタル写真への転換は市場でも進んでいるが、 開発途上国では、フィルム式が優勢である。フィルム式カメラの衰退は、フィルム自体の衰退につながる。2004年11月、アグフア・ゲバルトのフィルム部門は、アグフア・フォート社として分離されたが、6ヶ月後に倒産した。コニカミノルタは2007年3月末でフィルム及び、因果市の生産を終了した。また、コダックの従業員数は20年前の3分の1と、 なっている。フィルム業界の雇用喪失がデジタル画像産業での雇用像で相殺されているかどうかは定かではない。デジタル写真による影響は悪い点ばかりではない。デジタルフォトフレームやキャンバスプリントといった製品やサービスの登場はデジタル写真が定着してきた証拠でもある。デジタル写真の例。この写真は撮影されてから5分でプリントされた。高額。 カメラの製造技術、写真技術の進歩は画像の鑑賞法を変えてきた。1970年代までアメリカ合衆国ではスライドプロジェクターで画像を見ることが多かった。その後カラー写真の登場によってカラープリントが行われるようになった。インターネットと電子メールの普及に伴い比較的安価なコンピュータとデジタルカメラによって 大量のデジタル形式の画像が生み出されるようになった。21世紀に入ると、静止画像を見る手段の主流は、印刷物も健在であるが、コンピュータや携帯電話に移りつつある。このため、フィルムやフィルム式カメラの市場は減退し、コダク、富士写真フィルム、アグフアゲバルトといった企業は劇的な変革を迫られた。同様に、フィルムの現像、プリントサービスによって、 利益を上げてきた DPE 店も大きな影響を受けている。フィルム現像サービスという利益性の高いサービスの需要が激減したこと、デジタル写真のプリントサービスに対応するためのシステム導入の設備投資が非常に高額であること、ネットプリントのような新たな形態の競合サービスの出現などにより、街の DPE 店は減少傾向にあり、 大手チェーン店の統廃合も進んでいる。写真はプリントやネガの不適切な保管や太陽光に長時間当てることによって退職するという問題を抱えていた。デジタル画像はデータとしてコンピュータに格納されるため画質が低下することはない。画像ファイルを消去、上書きする、格納していた記憶装置が壊れる何らかの原因により 画像ファイルの一部が壊れるなどして失われる可能性はありバックアップが重視される。歴史や記録保管の立場からデジタル画像の非永続性に関する懸念が大きくなってきている。実体があって触れられるフィルムやプリントと異なりデジタル画像は格納している媒体やそのフォーマットが古くなってしまうとアクセスできなくなる危険性がある。歴史家の中には遠い将来 この数十年の画像が失われて歴史的空白を作ってしまうのではないかと心配する者も,もいる。他にも色の再現性を強化する手法などで研究が進んでいる。http://www.teregis tr.co.uk スラッシュ2 0零4スラッシュ01スラッシュ20スラッシュコタック2ド 635mm カメラズ http コロンスラッシュスラッシュ w w w n i k o n i m e ht.com スラッシュジャパンスラッシュニューススラッシュインフォスラッシュ06 0111.htm.http コロンスラッシュスラッシュ k-o-n-i-c-a-m-i-n-o-l-t-a.jp スラッシュアバウタスラッシュリリーススラッシュ k-m-h-d スラッシュ2-0-06スラッシュ0119 0, ht ht 0, 0, 0, 0 4 html ハット http ci-o co nz CIO, NSF, 例七ェ 94,969D13C78CC256 回 18,007D9C8 回、オパンドキアメント、ハットマイクロソフトフォートシンスアーカイブド2007年2月5日、アットザウェイバックマシン、アーカイブされたコピー。2007年4月29日時点のオリジナルより、アーカイブ。2007年4月3日閲覧。 ありがとうございます。